影山由佳さんをどう思いますか。名前何でしたっけ、違う影山さん分かりますよ。ゲーゲンプレスじゃない。そうゲーゲンプレスか。ゲーゲンプレス聞いた時はもうそんなアイドルがおんのやって思う、もうびっくりしましたよね。で聞くところによると確実に僕よりサッカー見てるっていうところなんで、うん、だからだいぶ謙虚にいろいろお話しされてましたけど、本当は多分もっと突っ込んで話したいことあったんじゃないかなと。でもそれ言うとなんかアイドルのくせに何偉そうに喋ってんねんってなるから、だいぶ遠慮して喋ってたなっていう印象を受けますね。じゃあ本田選手にもっとなんか突っ込んできていいと。全然もうサッカーはもう自分の考えをちゃんと述べるっていうことが一番大事です、うん、素人とか玄人とかあんま関係ないんで。